ライブのゲストに呼んでいただいております、ラップデュオチェルミコの友達10周年ライブでございますね。このチェルミコのナミコとレイチェルの2人が友達になって10周年をお祝いするライブ。なかなかお笑いではあんま聞かない、まあ普通に別にライブでもあんま聞かないですよね、友達の周年祝いっていう。チェルミコデビューの何周年とかでも多分ないんで、でそれの、ゲスト MC、 当たり前のようにゲスト MC ってなってましたけど、まあちょっとトークコーナーがあるのでね、まあお世話になってるんでちょっくら回したいなと思った、はい、今日日曜で六本木の EX シアターにやって、で、6日後の土曜日に大阪で同じライブをやるんで、それも行かせてもらう。で、今日そのライブの構成見て驚いたんですけど、一番最初に舞台上に現れるのが僕で、で、しかもそれエミネムを歌いながら現れるっていう、なかなかエッジの効いた構成になっておりますので、ここでその盛り上がらなかった場合、ひょっとしたらチェルミコの友達関係にひびが入るかもしれない、それぐらいリスクの高い構成だと思っております。なので、開演まであと3時間あるんですけども、ちょっと入念なリハ、主にエミネムの入念なリハをして、練習して頑張りたいと思います。どうも、トンツカタンの森本です。お願いします。これ今ぐらいの長さでいいですか？なんじゃその走り方は。急いではないな。うん、急いでる人の走り方じゃないよ、あなたたち。ということで、チェルミコの2人です。あとマミコのおでこを叩くとベロが出るっていう。リハーサルが終わりました、懸念してたエミネムなんですけど、音源がカラオケというかインストルメンタル音源じゃなくて、エミネムさんの声も入ってるバージョンだったので、もうこれは価値観というか、最悪僕がミスってもエミネムがカバーしてる完璧なシステムを探した。シェイク。ああどうしよう。昔久々にシェイク。そしてフォーポテト。大量シェイクのフォーポテト。いやでもエミネムは緊張するね。エミネムめっちゃ緊張してたけど、あれそのエミネムの歌声付きのそのまま音源じゃん、だからだいぶ助かった。ああ、ね、インストルメンタルだとそうだね、ちょっとなったらバレるからさ。よかったよ。エミネムと声似てないね。本当似てる、似てる、似てる。エミネムだねじゃん。エミネムじゃないです、違います。森本です。森本です。エミネムか。どうなんその普段のライブとちょっと緊張感違う？
楽しみ。超楽しみ。今日楽しいだけじゃん。うん、あそう、うん、だけど、ライブもあるわけじゃん。ライブあるし、ライブがなんかいつもとちょっと違うコール&レスポンスみたいな、ちょこちょこあるから、あ、そうなんだ。そこは緊張する。あと、久しぶりの曲めっちゃ多いから。うん、そう。緊張してんじゃん。そうとか言ってる。緊張するわ。まあそこだけはね。他はだって。ないようにしよう。楽しみ。よし、よし、一発。ライブ前日にさ、グラシャ持ってきて。確かに探されたね。グレーな感じしてさ、衣替えしちゃったからグラシャさ奥に行っちゃった。確かに実家にあるわ、私。余裕あったら。緊急じゃないから。困ったらいつでも言って。あるはある。あるよ。それあるよ。保管しといてくれてるの、うん、宝物だもん。あ、確かに。1回しか来てない。楽しみだな。楽しみだね。うん、入ったら寝転がって携帯見てたんだ。え、余裕じゃん。そう、余裕じゃん、ね。随分と余裕じゃねえか。携帯見てたって言うけど、ね。何？何？歌詞の確認よ。ユーズセンスの歌詞の確認決まってんじゃん、そんなの。ストイックじゃん。そうだよ。そうだったんだ。勉強してたのか。勉強してた。失礼、失礼、失礼。とんでもない。それは失敬。いやいや。着ないの？いや、どうしようかな。いや、でもこれでグラシャ見たいよ、ね。見たいよ、やっぱ。グラシャ。ファンの方はやっぱみんなグラシャの森。グラシャ見に来てるから。森本出るって言うならね、うん、グラシャ見に来てる。確かに、その、これで、これもちろんいいんだけどさ、うん、これでエミネムで登場したら、あれまずこいつ誰だって言われたら、あ、行くって、行くって、森本行かねんだ、あ、そっか、僕まだいい、うち励めなりするんだ、あ、そっか、行ってきます、いらっしゃい、行ってきます、ゆかりのある劇場で、あの、フランス方もよくブチギレでドックスシリーズがここで何回かやらせてもらってるんですけど、まあ、あの過去回のね、ドキュメント TV にも載ってると思うんですけど、シークレットゲストであるはずの面々が、本当普通に、ね、この動線しかないんですよ。僕に対して全部シークレットのはずが、シークレットゲストは全員ここに勢ぞろいしてて、でもうみんな慌てたんですよ。唯一白木さんが白木さんだけかぶってたハットで自分の顔隠したんですよ。無理があるだろう。知らない人かとはならないだろう。さあ始まりました。思ってた幕開けじゃないよね、全然ね。というわけで本日の主役のお二人ご紹介しましょう。この方々です。どうぞ。エリコです。
けた走り方で登場。超かっこよかったよ。本当に、あ、ありがとうございます。優しいでしょ、この子たち。最高のファンに恵まれました。あの最初からフレンドリーに、うん、そうだったと思う。よろしく、よろしく、ね、うん、そうそう、もう早速もうそんな甘えた声で何キロぐらいの舌足らずでいけたんだ。そうなんだ、うん、ちょっとエミネムもうまくしたらいいですね。満員の客席を目の前にするとちょっとこう緊張してそんなにしてないのかなと思いきや、ちょっと体がなんか震え出すというか、ちょっと南の猛特訓しないとダメですね。いました、いました。大活躍で、もうアンケートで。いやいやいや、ありがとうございます。本当になんか1回飛ばしかけてましたね。中田アンケート1回飛ばしかけてましたね。もう覚えてない。飛ばしかけてたの覚えてない。飛ばしかけました。飛ばしかけた。お疲れ様でした。いえいえ、とんでもございません。ありがとうございます。今思うと、最後、岡田さんの質問で、人前で緊張しなくなるにはどうすればいいですか。はいはいはい。マミコが場数です。でも結構もうスパスパと答えていくみたいな。はいはい。あれあったじゃないですか。あった。ひろゆきみたいやっけ。はい、すごかった。いやいや、それはいいんですけど、その、はい、一番場数踏んでますよ、ね。いつまで緊張してんの。そういえば。正直今も緊張してます、ね。嘘。ドキュメントで。すごい。回ってるから何かをこう提供しないとっていうので、うんうん、あんまこういうアドバイスないかもしれないですけど、さっさと初心から離れろ、初心に戻れとか初心帰れとかよく言うでしょ。はいはい。ずっと初心なのよ。ずっと最初の舞台みたいな緊張しか。確かに。でも行って嘘行って手首4話ごめんなさい。全然全然大丈夫です。初心に離れろってことね。うん、まあいいところではもちろんあると思うんですが、はいはい、やっぱり場数踏んでみんなこうやって、はい、ね、慣れていくって言ってたので、はいはい、初心帰るというよりかは初心からも離れる言葉ね。痛い。なんだこいつ。もう立てていきます。3、2、1。ストーリー。ストーリー。あ、TikTok って言ったから。